秋月メガネ橋、秋月メガネ橋とは、福岡県朝倉市秋月の野鳥川に架かる石像アーチ橋である。河口岩仕様は、国内でも珍しく、昭和31年4月県指定有形文化財、建造物に指定されている。橋の長さ17.9メートル、幅4.5メートル、1810年の河橋。それまでは、木造の橋が架かっていたが洪水によって、 たびたび流出し、また老朽化に伴う掛け替えも都度必要であった。これらにかかる費用は莫大なものであったため、洪水でも流されない橋を望む人々の声も強かった。この頃秋月藩は本家である福岡藩が行っていた長崎警備を代理として務めており、その際に長崎のメガネ橋を見た八代藩主、黒田長信は秋月にも 同様の橋を架けることを希望し、過労、宮崎織部を工事の総責任者として1805年架橋工事が開始された。長崎から呼び寄せた石区たちにより架橋工事は2年近くを費やして行われたが、橋は完成直前に崩壊してしまった。一説にはこの事件が当時病床にあった、超ノブルの死期を早めたとも言われる。このことは、秋月藩内でも問題となり、 工事差し止めの意見もあったが、長崎石膏たちの工事再開の要望を、そして宮崎織部の強い主張もあって再開されることになった。再開された工事は、慎重を期して行われ、1810年に完成した。完成時の渡り染め式には旧代藩主、黒田長将や藩の重臣たちも出席し大変なにぎわいであった。その後、この橋は、 長崎の石膏が作った橋として、長崎橋と命名されたが後に、メガネ橋と呼ばれるようになる。架橋以降、200年はあまりの間一度も流出することなくかかっており、長崎石膏の技術力の高さがうかがえる。昭和に入ってからは、自動車を通すため橋の上をコンクリートで舗装していたが、交通量増加に伴い橋を保護するため後に迂回する、形で道路が付け替えられた。 1956年に福岡県の有形文化財に指定された。2006年から2007年にかけて、朝倉市及び福岡県により復元整備工事が行われ、佳橋当時の姿に戻った。橋の周辺は公園として整備されており、観光スポットとしても有名である。天城駅より天城観光バスに乗車。メガネ橋バス停そば。ありがとうございます。